カール・アドルフ・マクシミリアン・ホフマンは第一次世界大戦で活躍したドイツの軍人。ドイツ帝政紀における最も優秀な参謀将校の一人であるとみなされている。ホフマンはホンベルクで生まれた。1887年に陸軍士官学校に入学し、さらに1889年からは参謀大学で学ぶなどエリートコースを進んだ。 ロシア帝国において6ヶ月通訳として、さらに5年間を参謀本部のロシア家に在籍するなど、ロシア担当のスペシャリストとして訓練を受けている。日露戦争中には、艦船部官として日本軍と共に行動した。この際に日本軍が占領した地点へ向かう許可をめぐって、ホフマンと日本の将校が衝突したとの逸話が残されている。 ホフマンとルーデンドルフ1914年に第一次世界大戦が勃発すると東プロイセンの防御を担当する第八軍の参謀に任命された。シュリーフェンプランに基づいてまずは西部戦線に戦力を集中したドイツにとってロシア軍が予想以上に早く兵士の動員を完了させたことは大きな脅威であった。東プロイセンを防衛するために配置されたのは 第8軍の1個軍のみであり、ロシアの第1軍及び第2軍を相手にしなければならなくなった。ロシア軍は軍備年の戦いにおいて、ドイツ軍に初戦での勝利を収め、プロイセンへの侵入を開始した。圧倒的な規模を誇るロシア軍に恐れをなした第8軍の司令官、マクシミリアン・フォン・プリトウィッツは、全部隊のビスワ側までの撤退を命令した。この方針によって、 東プロイセンが放棄されることを知った、ドイツ軍参謀本部は、プリトーイッツを免職し、新たな司令官にパウル・フォン・ヒンデンブルクを、さらに参謀長として、エイリ・ヒルーデンドルフを任命した。新たな司令部が到着するまでの間に、ホフマンは、無伝傍受から、重要な事実を掴んでいた。東プロイセンの東と南から進撃しているロシアの2個軍は、 互いにほとんど意思疎通を行っていなかったのである。この理由として、それぞれの軍の司令官、アレクサンドル・サムソノフとパーベル連連カンプが、個人的に険悪な中であり、日露戦争中には、法天駅前で殴り合いをしたこともあるなどという、風説が存在する。ホフマンは、東方の第一軍を放置して、南から進撃するサムソノフ率いる、第二軍を包囲する計画を立案した。 この計画は、司令部に到着したヒンデンブルクとルーデンドルフによって、承認され、実行に移された。続いて発生した、タンデンベルクの戦いにおいてロシア第二軍は、壊滅的な打撃を受け、サムソノフは、戦場で自殺した。この戦いに勝利した第八軍は、東プロイセンに張り巡らされていた鉄道を利用して、部隊を再配置し、第一軍を攻撃した。 第一次マズール湖の戦いによってロシア第一軍はプロイセンから撤退し、海戦諸島のドイツの危機は、毎一発のところで回避されることになった。ヒンデンブルクとルーデンドルフの二人が1916年に参謀本部へと移った後は、東部戦線では、バイエルン号隊士ループレヒトが総司令官、ホフマンがその参謀長に任命された。ホフマンは、 オーストリア軍を含めた全部隊の作戦計画を策定し、ブルシーロフ攻勢を除いては、東部戦線における数々のドイツ軍の勝利に貢献した。ロシア革命の結果、ロシアの政権を握ったボルシェビキとドイツとの講和条約であるブレストリトフスク条約においては、ホフマンがドイツ側の代表を務めた。それに対するボルシェビキの代表は、レフトロツキーであった。 ドイツの敗戦が決定した1918年12月には、東部戦線からの部隊撤収を早々に決定し、ポーランドソビエト戦争の原因を作ることになった。戦後の回想において、ホフマンはドイツ軍司令部を批判している。その矛先は、ヒンデンブルクとルーデンドルフにも及んだが、これはタンネンベルクとマズールコの勝利が彼ら二人の功績とされ、 ホフマンの名は取り上げられなかったことが理由の一つである。ホフマンは1927年7月8日にバーとライヒエンハルで死去した。ありがとうございます。